ドド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 ン、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今日は敬老の日でございます。皆さん知っていましたか？日々お世話になっているおじいちゃんおばあちゃんに感謝の言葉を送っていきましょう。せんカリカリということで、敬老の日にちなんだお話をね、ちょうどなんか最近あったのでさせていただきたいと思いますね。私たくあんボーイなんですけども、おじいちゃんおばあちゃんいまして、さらにですね、実はオーバーがいるんですよね。はい、まあオーバー、ひいおばあちゃんって言うんですかね、普通は。僕はオーバーと呼んでるんですけど、うちのオーバーが103歳でございまして、もうね、103歳なのにめちゃくちゃ喋りますし、めちゃくちゃご飯を食べる、めちゃくちゃ元気なオーバーなんですよね。で、オーバーがいるんですけども、で、ちょうどこの9月の頭かな、9月1日あたりに母親からちょっと連絡がありまして、オーバーが夏バテで倒れたというね、連絡がありまして、うわ、オーバー103歳だし大丈夫かということで、で、救急車に運ばれたっていうことだったんで余計心配だったんですけど、で、数日ちょっと連絡を取っていますと、で、オーバーどんな感じなのって聞くと、今ちょっとね、話もあんまりしなくて、で、ご飯もあんま食べれなくなっちゃって、今点滴を打っているっていうことを聞いて、もしかしたらもうそう長くはないみたいなことを言ってたので、ずっと小さい頃からね、一緒だったオーバーがいなくなるって考えると、とてもね、なんか悲しくなって、たくあんボーイ、私何かできないかと思いまして、じゃあこの際手紙を書こうと思いました。で、オーバーもね、目も悪いのでね、耳もちょっと悪いので、動画よりもなんか手紙の方がいいかなと思いまして、で、手紙を書こうと思いまして、で、オーバーに、何を書こうとめちゃくちゃ悩んだんですよ。もしかしたらこれが最後のメッセージになるかもしれないということで考えました。で、オーバーが今まで何を僕に話をしてくれたのか振り返りますと、やっぱりね、103歳なので戦争の話が多かったんですよ。で、戦争というものは恐ろしい、だからもしやるってなっても絶対に反対をしろと、ひたすらね、何回も聞いた覚えがありまして、オーバーが一番喜ぶのはこれだと思いまして、今回書かせていただきました。こちらです。はい、9月16日水曜日、戦争は反対だ、大きいバーの話を聞き、そう思った、ありがとうと、ね、太い字でしっかりと書かせていただきまして、23歳たくあんボーイよりと、これをですね、ファックスで送って渡していただきました。で、今ね、ちょっとコロナの時期で家族も面会ができないということで、看護師さんに渡してもらってね、で、渡してしっかり読んだというね、報告を僕に、いただきまして、いや、ね、最後に読んでもらえてよかったなと思っておりました。で、家族の方もね、もう長くないということを言ってたので、で、お葬式の準備ということでね、礼服がないと慌てて、ね、兄弟の礼服もないということで急いで買いに行って、ね、それからお葬式で来てくれた方に渡すお菓子とかをね、めちゃくちゃ準備してて、これをね、買うために予約をめちゃくちゃしてたらしくて、結構大量のお菓子とかもね、準備してて、よし、準備 OK っていうかいつでも来いというか、そうだね、そんな感じで待ってたらしいんですけど、で、こないだね、つい昨日かな、昨日一昨日ぐらいに連絡がありまして、母親から電話がありました。あ、もしもし、と出ますとですね、あ、もしもし、オーバーが鼻歌を歌い出したと、鼻歌を歌い出したって連絡がありまして、鼻歌を歌い出した、そうか、よかった。でも、そうか、最後になんか、鼻歌を歌って、あれかな、そろそろお別れなのかな、とかいう話なのかな、と思ったらですね。それから、最近、ブドウの収穫をして、ブドウを届けたら、一房半も食べたというね、連絡があって、お、そうか、最後にめちゃくちゃ食欲が湧くってなんかよく聞くけど、そういうことかな、と思って聞いてると、それから、めちゃくちゃ喋るようになった。お、オーバーが復活した！っていう連絡がありまして、おぉ、103歳のオーバー復活かーというお話なんですよね。めちゃくちゃね、元気になったという連絡をいただきまして、わ、それは良かったというね、嬉しかったので、今回は連絡を、報告をさせていただきました。ね、ちょうど敬老の日だったりということでね、ね、103歳のオーバーもね、元気になりまして、まあ、来週ぐらいには退院できるみたいな話を聞いていたのでね、良かったと思います。本当にね、身近にいるおばおじい、土からおば、おじいのいる人はおじいに、ぜひ今日ね、気に感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。ということで、たくあんボーイ、終わりにさせていただきたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついでに恋ダンス。